はい、皆さんこんにちは。今回も番外編です。はい、まあそのいつもやってるここのシネマというのは、まあ、新作をねメインにちょっと語っていますので、まあ、今回旧作ということでちょっと一応番外編ということにさせてください。はい、で今回ね、ちょっとイメージフォーラムの方に、まあ、見に行ってきたのがこのユーリー・ノルシュテインっていうね、あのロシアのアニメーション作家の、まあ、この今流れてるものがすごい有名なんですけども、霧の中のハリネズミとかねすごい有名なんですけども、これがその 2K の、そのデジタルレストレーションというその、まあ、修復作業をして非常に綺麗な映像で、まあ、上映するということで見に行ってまいりました。めちゃめちゃ良かったですね。なんかすごい小声になってますけど、すんごい綺麗だったんですよね。でちょっとそれで話したいなと思って、ちょっと、まあ、簡単な、まあ、雑談ですけどもやらせてください。スパシーパ、ではちょっとね感想の前に、そのこのユーリー・ノルシュテインっていうね監督、ちょっと知らない方ももしかしたらいるかもしれないので、まあ、簡単にまとめてみました。はい。1941年生まれの、その旧ソ連に生まれたロシア人アニメーターです。はい。で、こういったその今流れてるような、その切り絵を用いた、そのすごいもう緻密に作った、その文字通りそのアートアニメーションの神様としてね、知られてる、まあ、監督でして、その日本でいうとその宮崎駿とかね、まあ、非常に有名なその世界中のアニメーターから、まあ、なんだろう、絶賛というかもう、称賛されてる監督らしいです。はい。で、まあ言ってしまえば巨匠中の巨匠ですね。はい。まあ、生きる伝説というかね。はい。でちなみにこの監督の、まあ、今まで作ってきたフィルモグラフィーというのは、はい。今一応黒板にね書いたものが映ってると思うんですが、まあ実はこのぐらいしか作ってないんですよね。うん。で今回そのほとんどを、まあ、修復して、まあ、上映するということだったんで。もうなんともお得だなと、まあお得っていうのもすごい変ですけども、まあこれ見に行くしかないなということで行ってきたわけですよ。それで本当にね、そのちょっとまあメモってきたというか、まあ簡単なその感想になるんですが、まあ一個ずつまあお話ししたいなと思います。はい。まず25日最初の日です。でこれは、ノルシュテイン監督の記念すべきデビュー作みたいですね。はい。で25日というのは、まあ、ロシアの旧暦で1917年10月のロシア革命最初の日にあたる日ということですね。で全くの歴史とかわからないので、本当その辺全然出てこないんで申し訳ないんですけども、はい、でただその面白いなと思ったのが、そのものすごいねクラシックの壮大な曲とともにものすごい激しいねもう動きなんですよね。うん、思ったよりね非常にもう目で捉えきれないような激しい動きで、その赤い女性のその人影のようなものがバーッと流れるんですけども、それがね何だろう、その揺らめく炎のように見えてくるんですよね。うん。それとその支配階級の方をなんかその漫画のようなね絵で表現していて、そのリアルな絵とその漫画のような絵がなんかその混然一体となっててね、非常になんか面白いなんかアニメーションだったんですね。でこれってなんか調べたら、その1920年代のその芸術で、そのロシアアバンギャルドアートと呼ばれているものをやっぱりちょっと基礎にしているというか、そういう映画を作る試みだったそうですね。次にケルジェネツの戦いです。でこのケルジェネツというのは川の名前らしくて、その実際にねこの川のほとりでその行われた、その西暦988年のロシアとタタールの戦争をねこう描いてるみたいです。でそのフレスコ画とねその呼ばれるその非常に緻密な手法でなんかこう作ってて、なんて言うんだろう、その衣装とかねその背景みたいなものがめちゃくちゃきめ細やかにこう描かれてるわけですよ。で今回多分おそらくその修復作業したことによって、なんだろう、おそらく今まで見えなかったものももしかしたら見えてきてるんじゃないかなと思いましたね。もう色彩が非常に豊か でこれもまあ左右のね動きとかが非常に激しくて、なんかその、ま、なんか抽象的に見えてくるんですよね。うん。これがね多分おそらく戦争の激しさみたいなものを多分描いていたのかなと思いました。はい。はい。で次にキツネとウサギです。はい。でここで初めてねその動物のキャラクターが登場する作品なんですが、その初のねその子供向け作品ということで、まあ、正直言うと、まあ、自分としては
この辺りから見やすくなってきたなというところだったんですが、はい、でそのキツネとウサギというのはそのロシアのねその昔話的なものらしくて、そのウサギがねそのキツネにその家を乗っ取られてしまって、でそれをその狼とかクマとか牛、まあ、強いね動物たちに、まあ、その相談するわけですよ、まあ、なんとかしてくれと。それでもそのキツネというのがまあなかなか追い出せなくて、でそこで最後にそのニワトリが登場してくるんですけれども、でこのニワトリがね非常に面白くて、まあ、戦うたびにまあタバコを吸うわけですよでそこがね非常に面白くて、劇場でも結構ドッとね笑いが起きていって、すごく非常にね良かったですよね。はいはい、で次にアオサギとツルです。でねこの作品は本当に美しい作品でしたね。はい、でこの後にまあ紹介するその霧の中のハリネズミというのがまあ正直一番大好きな作品なんですが、その次にまあすごい好きな作品でした。はい、でこのツルとそのアオサギのまあ2人が出てくるんですけれども、まあ、片一方がその結婚の申し込みをすると、まあ、片一方が断る。だけどやっぱり結婚もあの受け入れたいなと思っていくんですが、やっぱり今度はこっちが断られるっていうことを永遠と繰り返していくんですよね。でこのなんだろう、とってもすごく、まあ、ある種可愛らしいというか、とっても笑えるんですけども、なんかね最後の方は非常になんか切ない感じの終わり方だったんですよね。でその日本のその浮世絵とか、まあ、水墨画を、まあ、参考にしてたみたいで、その北斎のねその版画とか水墨画ね、そのなんだろう、草の感じとかですかね、非常にその濃淡というかものすごい綺麗でしたね、これは本当に、その幻想的な感じでした。はい、はい、でそして、まあ、ついにね来ました、霧の中のハリネズミ。個人的にはこのノルシュテイン監督の作品で、まあ、最も、まあ、大好きな作品でして、まあ、昔ね一度見てたんですが、自分の今までのそのアニメーション、まあ、いろんなアニメーションを見てきた中でも、まあ、1、2を正直争うほど、まあ、好きな作品ですよね。まあ、ちょっとお話ししていきたいんですけども、その夕暮れ時のその原っぱをそのこのハリネズミのヨージックっていうねキャラクター、まあ今映ってますけども、まあ、そのお茶を飲みながらその星をね数えるというまあ約束があったということで、まあ急いでるわけですよね。でそうすると深い霧がまあ立ち込めてきて、まあ、そこでヨージックはあるものを見てしまうわけですよね。でその非常にこう神秘的なものを見てしまったそのヨージックは、その後もその美からある種その逃れることはできなくなってしまったというような、まあ話に私は見えてるんですよね。原案というのがそのセルゲイ・ゴズロフというその児童文学らしいんですけども、ノルシュテイン監督というのはそこにその霧から出た後にハリネズミの人生観が変わるという独自のアイデアを付け加えたそうです。はい、でねここが本当に素晴らしいなと思ってるんですよね。非常にも淡々としているいつもの日常なんですが、そこにふっととんでもない美を見つけてしまう。でそれにもう心がもう囚われて離れなくなってしまうというね物語なんですよね。でこれっていうのは何だろう、まあ、自分もやっぱりすごくまあ共感できるというとなんかちょっと変なあれなんですけども、ね、例えば映画を見る、ね、芸術を見る、何でもそうなんですけども、何かふっととてつもないものを見てしまって、もう心がここにあらずというかねになってしまうようなものをなんか描いていて、ものすごい好きな作品なんですよね。はい、でこの物語を作るにあたって、そのマルチプレーンね、呼ばれるそのガラスをね何枚もこう何層にもして、そこの上に切り絵を貼って撮影して撮ってるんですよね。でこの手法によって作られているため、奥行きがものすごいんですよね。実際そのだから絵だけ 見てても絶対分かりませんね。実際見ないと本当分かりません。非常に多層構造になっているんで、特にあの見上げた木とかが非常にすごかったですよね。枝一本一本こう立体的にこう
なんていうの、動いて見えるというか、ね、今回その 2K のその修復作業をしたせいか、まあ、非常に細かく綺麗になってるっていうのもあるんですけれども、その映画館でね実際、まあ、初めて見たわけで、その映画館で見るとその、ね、スクリーンにその光が投射してるわけですよね。そうするとその霧に対してもその光が拡散してるんで、なんか非常に幻想的に見えるんですよね。もうね、あのヨウジックと同じ気持ちでした。なんかとんでもなく美しいも見たっていう気持ちになってしまいましたよね。ええ、もうね本当にこれはぜひもし見れる方は見てほしいなと思いました。そのスクリーンでね、はい、はい。で最後に話の話ですね。これはね、あのちょっと概要を話すことさえ、まあ、したくないというかできません。はい、というのはその世界アニメーション史上、まあ、最も素晴らしい作品だと、ね、最高傑作だと言われている、まあ、作品らしくて、まずはあの知らない方は一度見てみることをお勧めします。はい、まあ、その全体の構成としてはそのシナリオを、ね、配していて、まあ、断片的なその映像で綴られているその映像史と呼ばれているようなものにちょっと近いので、私もね、あの初見では全く理解できませんでした。はい、でその上映後にちょっとしたその解説がついていたんですが、なるほどなと思いつつも、これとんでもない作品だなと。でまだね、全然ちょっと私はこのその話の話というその映画を見るその入り口にもまだ立ててないなという感じにさせる、まあ、とんでもない作品でしたね。はい、はい、今回はノーリー・ノルシュテイン、あ、じゃあノーリーじゃねえよ。はい、今回はユーリー・ノルシュテインっていうね、この素晴らしい、まあ、アニメーションを、まあ、お話しさせてもらったんですが、行ける方はぜひ見に行ってほしいですね。本当に素晴らしいんで、本当にもう一回行こうかなと思っています。はい、でその見に行けない方でもね、確かその来年の結構早めの段階でそのブルーレイになるそうなので、まあ、私は 100% 買いますけれども、まあ、ちょっと見に買ってね、その見てみてはどうでしょうかという。そして最後に1981年から、まあ、制作されている街灯という作品、あのニコライ・ゴーゴリという、ね、方の短編小説らしいんですが、まあ、原作はね、なんと、まあ、このノルシテイン監督今もなお作り続けてるみたいですね。はい、30年以上ですよ、たった今でも。素晴らしい、ね、素晴らしい監督、ぜひ完成させて見させてくださいということを、できればね、どこかの誰か届けてくださいっていうねっていうことで、はい、今回はこのぐらいにしましょう。あ、そうね、これあのヨウジックではないんですけども、うちの嫁さんがたまたま買ってきたんですよね、つい最近。そう、ハリネズミのぬいぐるみめちゃくちゃ可愛いなということで、まあうちではこれをヨウジックと呼ぶことにしました。はい、それではまた。